平野紫仕様、岸優太の X 投稿をチェックしていた、さすが岸平、相変わらず仲良し、と話題。ジャニーズ事務所に所属する平野仕様と岸優太、通称、岸平の二人が、インスタグラムを通じて、ファンとの交流を深めていることが話題となっています。平野紫仕様が、岸優太の X、旧ツイッター、アカウントを積極的にチェックし、 その投稿にコメントする姿がファンから注目され、賞賛を浴びています。この記事では、その背後にある二人の絆やファンからの反響について掘り下げていきます。平野の仕様、インスタグラムライブでの驚きの人気。平野紫仕様は、2023年10月28日にファンに対して嬉しい驚きを提供しました。 予告なしに行われたインスタグラムライブは24万人以上の視聴者を魅了し、その人気を証明しました。この数字は、平野市用のファン層がどれほど後半で熱狂的であるかを示すものです。岸優太の X 投稿にコメント。ライブ中、ファンからの、岸くん元気 というコメントに対して平野紫耀は岸くんに聞きな、よ、と冗談を交えながら答え、その後顔を手で覆いながら岸くんの X がさ俺本とツボなんだよね、と述べました。この一言から、平野紫耀が岸ゆうたの X アカウントを積極的にチェックしていることが浮かび上がります。岸くん公文が話題に、 岸シユタは2023年9月に X アカウントを開設して以来、その個性的な投稿が注目を集めています。ファンの間では、岸シ君公文と呼ばれる特有のスタイルが形成され、彼のフォロワーたちに愛されています。例えば、21日に夜おやつと題した食べ物の動画を投稿した際に、 これに反応した平野紫耀が夜のおやつあげてたよね、騎士くん笑い、とコメントしています。騎士ユータの投稿が彼の仲間やファンに笑顔を提供し、交流の場となっていることがわかります。平野紫耀・騎士ユータの絆に反響反響。 平野紫仕様が、騎士ユータの X 投稿を中止し、ファンから賞賛を浴びていることは、さすが騎士、平二人が相変わらず仲良しでほっこり、仕様君にもあの投稿はツボなのね笑い、などの反響を生み出しています。ファンたちは、二人の絆と友情に感銘を受け、その結びつきを心温まるものとして受け入れています。ファンの驚きと質問。 現在、平野耀は公式に X アカウントを開設していないため、一部のファンは疑問を抱いています。個人アカウントからわざわざ見てるのか、なしょうヤシオ君くんも初めて X で絡む未来見えた、といった声がネット上で広まっています。ファンたちは、平野耀が今後もキシユータの X アカウントをチェックし、交流を深めていくことに期待を寄せています。 平野紫耀と、し優太の X アカウントに対する交流が、ファンの心を温かくし、喜びと興奮をもたらしています。二人の絆は、音楽活動以外の面でも注目され、彼らのファンから愛されています。今後も、二人の友情が深まり、ファンとの交流が続いていくことでしょう。